はい、皆さんこんにちは、買い物上手なコレクターのジョディです。今日はですね、まだこのコート姿でどうしたのっていう感じですが、今まさに、買い物から帰ってきたところで何を買ってきたかと言いますと、こちらじゃじゃじゃーん、アナログレコードでございます。アナログレコードっていうのは CD と違って、最近またアナログブームでじわじわと新譜は出てくるようになったんですけども、昔発売されたものを再発とかは CD のようにはなかなか出てないということで、どうしても欲しいものをゲットしようと思うと、ヤフオクなどのオークションを頼るか、中古レコード屋さんで購入という形になります。で、今日は、午前中ちょっと名古屋の方へ仕事で行ってまいりましたので、その流れで、午後からちょっと時間があったので何軒か回ってまいりました。で、ちょっと着替えてから、1枚ずつ簡単に今日は何買ったかだけご紹介したいと思います。はい、改めましてジョディです。着替えたといっても上を脱いで、ただミッキーマウスの T シャツになっただけですが、基本暑がりなので、ちょっとこの格好で今日はご勘弁ください。ちょっとまだ暑いです。で、早速もう次々といきますね。まず、こちら、レコードの中袋です。そして同じく、レコードの外袋。これを各10枚ずつ購入しました。はい、では、ここからが本番です。レコードの方、いよいよご紹介していきます。まずはクラシックから。ミシェル・ベロフというピアニストによる、ドビュッシーの版画です。ミシェル・ベロフ自体は僕聞いたことないんですけども、Amazon のレビューとか読んでいると、若い頃の方が結構いい演奏してるよっていうのがあったので、買ってみました。はい、次々いきます。はい、同じくクラシックで、僕が一番大好きなピアニスト、グレン・グールド。こちらのグレン・グルドといえばバッハが有名なんですけども、今回はシュトラウスの曲を弾いているものを購入しました。で、クラシックは以上です。次、ロックいきます。こちらです。ポール・マッカートニーの代表作タック・オブ・ウォー。こちらの方は、スティービー・ワンダーが、参加しているんですけどね、ポスター付きのものがあったので購入しました。そして次、こちらエリック・クラプトン。先ほどのポールとこのエリック・クラプトンはもう CD で持ってたんですけども、ちょっとアナログでも欲しいなと思って購入しました。エリック・クラプトンの No Reason to Cry。こちらの方はボブ・ディランも、ボーカルで参加します。あと、ストーンズのローンウッドも確か参加してたと思います。その辺はまた1枚ずつ後日お送りしたいと思います。そして、もう1枚。ロックからはもう1枚。ジョー・ウォルシュ。イーグルスを支えるサウンドメンの起爆剤と書いてありますけど、アメリカンロックの、代表的な方ですけどもね、こちらも買ってみました。はい、そしてここからはジャズいきます。まずは僕が一番大好きなジャズミュージシャンの中で一番大好きなビル・エヴァンスのビル・エヴァストリオ、中でも、代表作になりますワルス・フォー・デビーです。はい、こちらの方はちょっとジャケットがね、通常皆さんご存知のジャケットとは違いますけども、これを購入しました。そして同じくピアノで好きな、ジャズピアノで好きなのが、ケニー・ドリューです。はい、次々いきますね。次はケニー・ドーハムの、代表作、クワイエット・ケニーです。これはまだ全然聞いたことありませんので、次いきます。はい、そして次は、スコット・ハミルトンとウォーレン・ウォッシュのこちら。スコット・ハミルトンはエディ・ヒギンズトリオとの、一緒に演奏している CD を購入して、そこでサックスを聴いたんですけども、あ、なかなかいいサックス吹くなと思って、行ったらこのレコードに出会ったので連れて帰りました。はい、次行きます。はい、こちらは有名ですね、ウェス・モントゴメリーの代表作です。はい、はい、そしてこちらも、ウェス・モントゴメリー、あとそれとミルト・ジャクソンとの共演作になります。そして最後いきます。ジャズサックスといえばこちら、チャーリー・パーカー先生です。チャーリー・パーカーの作品で、こちらの方結構音質もいいよっていうのは、Amazon で見たので、購入してみました。はい、ということで全てご紹介したんですけども、今回、11枚のレコードを購入したんですが、それと先ほどの外袋で内袋、これを全部合わせても、3000円台、4000円切ってます。
なかなか買い物上手でしょ。で、これ、まあ、久しぶりにレコード屋さん、中古レコード屋さんで、レコード棚の方を見てみて分かったんですけども、僕が20年前にレコードを購入してた頃に比べると、安いものと高いものの差がすごいできてましたね。3軒回ったんですけど、どの店もそういう感じでした。で、安いものはバーゲンコーナーみたいなのがあって、そちらだと1枚100円とか200円、300円なんてものがいっぱいあります。逆に、高いものになりますと、例えば米国のアーティストの米オリジナル版とか、イギリスのアーティストのイギリス版、オリジナル版の最初のプレスのものとかになると、もう何万円とかいうのもザラにあります。で、その中で僕はまあ今回その音はそこまでそのオリジナル版との区別がつくほどのオーディオを持ってるわけでもないなということで、バーゲン品の方から購入してきました。で、バーゲン品の方なんですけども、結構いいんですよね、中身が。だから、まあ、知名度っていうか、売れ筋じゃないから安いだけなのかなっていう気がします。あとは若干ジャケットの方が、まあ、傷んできてたりとかいうのがバーゲン品の中に入ってますね。ポール・マカートニーの作品なんかはそんな感じでした。あと、中には傷があるものもあります。で、一応そういったものは、書いてある場合がありますが、バーゲン品に関しては書いてない場合もありますので、あの中の方鍵盤はさせてもらいますから、1枚1枚レコードの場合は確認した方がいいと思います。で、レコードはですね、20年ぶりにこんなに大量に購入したので、久々に買って分かったんですけども、なんせ重い。今日の11枚でちょっと後で、重さ測ってみますけどもね。では、重量の方を測ってみようと思います。このまま乗せてみます。はい、なんと 3.8 キロです。でしょう、これで 3.8 キロあるわけですよ。ですから、それはちょっと大変だなと思ったんで、今度からはちょっとこまめに、レコード屋さんチェックして、欲しいものはその都度買おうかなと思います。そう、こまめにといえば、前回1ヶ月ほど前に一応チラ見はしたんですよ。で、その時に、あ、このレコード欲しいなと思ったんですけども、その時はちょっとまだ荷物、その後予定があって荷物をあんまし持ちたくなかったので、また来た時にと思って行ったら、やっぱなかったんですよね。で、最初に言いましたけども、CD と違ってレコードの場合は、購入し損ねるとまた次出会うまで買えない、聞けないっていうのがあるので、いいなと思ったものはその場で一期一会ということで、ちゃんと購入していきたいなと思いました。ということで、レコードをゲットしたものをご紹介いたしました。じゃあ最後にちょっと1枚だけ、こちら、チャーリーパーカーでも聞きながらお別れしたいと思います。ではまた。